お兄ちゃんにしたい配信者ランキング、めっちゃフレンドリーな兄って感じで。フレンドリーな兄、ひなの否定的。道歩いててさ、立ち止まるやついるじゃん。吹き飛ばしていい？俺差し入れチャーハン事件ってのがあるんだけど、第一声が「有健さんツイッター見てきました」って言ったのね。パンパンにチャーハンが入ってたの。温かかったら食ってるとかじゃないのよ。ベニさんは有健さんがお兄ちゃんなの結構いいって言ってたな。え、ちょっと待って、詳しく聞かせてもらっていい？それはいつ頃の話ですか？ショートで見た ?1 週間以内にベニ様の配信で俺の名前が出てるの？お兄ちゃんにしたい配信者ランキング？そうだなって思う人誰かいるかな。レイドさん、お姉ちゃんでお姉ちゃんで探して。ああ、シンさん確かにめっちゃいいお兄ちゃんだよね。これは納得だわ。いいお兄ちゃんになりそう。なんかめっちゃ困った時とかもめっちゃ助けてくれそう。有健さんとかでもいいな。なんかめっちゃフレンドリーな兄って感じで。フレンドリーな兄、めっちゃ仲良くだろ。でもさ、兄弟仲良くないとかあるじゃん。ああ、まあまあ確かにめっちゃ仲良くなりそう。有健さんがお兄ちゃんやったら配信者の中でお兄。ちなみに俺姉ちゃん2人いるけどめっちゃ仲いいよ。ひなの否定的。ちなみに今日なんかリドルのトーク動画みたいな撮影に今日行って、帰りでね、シンジと渋谷の台東ステーションでゲーセンでストリートファイターをしに行こうぜってなったのね。プチオフ会みたいな感じで10人ぐらい来てくれたんだけど、シンジと対戦しようってなったけど、なんか操作がむずすぎてシンジモダンザンギ選択できずに終わっていったね。でもなんかああいう風に突発的になんかちょろって集まったりするのいいなって思ったけど、でもみんな東京に住んでねえよな多分な。そういうイベント全部東京だもんな。大阪は寂しい。まあまあしゃあない。まあしょうがない。俺もやっぱ東京に来てからやっぱ感じるよそれは。やっぱそのなんだろう、まあ何かが発売されるじゃんパーンって。田舎に来るのって2日とか3日後なんだよね。っていうかそのアマゾンがやばい。俺前まで東京から離れたとこです住んでたんだけど、アマゾンでじゃあ水を1箱買います4日後とかなの来んの。東京やばいよ。頼みます9時間後に来るからね。嘘だろっていうぐらいの速度で来る。やばいよ東京超早いよ。俺うわマウスパッド欲しいなと思ってマウスパッドポチったら朝、そうマジで夜6時ぐらいに来たもん。嬉しかったシリーズ、まあウーバーが死ぬほどあるってのはまあ嬉しかったで、あとなんだろうな、嬉しかったシリーズやっぱ薬局とかもなんかすごい充実してる。いやわかんないけど東京だからとかは知らないけど、なんかマジでなんか全部あるんだよね。すごい嬉しくなかったシリーズ、あのね水への不信感があるね。俺マジで田舎から出てきてんけど、やっぱね水が信用できないまだ俺は。まあ、多分これは俺の中のその勝手なイメージで飲みたくないってなってるだけなんだけど、そう飲めるんだけど、でも絶対さ俺が住んでた田舎の方が綺麗なの水って。そうなんかちょっと怖いんだよまだそこのその怖いって思ってる部分が抜けないね。あとなんだろうな、あと俺これさいい？さ道歩いててさ、どう考えても邪魔な場所にさ店からふわーって出てきてさ立ち止まるやついるじゃん。しかもなんか「とかなんか横の人と会話してて邪魔なあれ、もうさ吹き飛ばしていい？俺いい？あれくっそムカつくんだけど。いやもう見えない俺がってあれ俺心が狭いんかな。あれくっそムカつくんだよね俺。あ、そんなやつだより2倍ぐらいでかさがある俺がこうやってさ気にして歩いてんのにさ、俺よりちっちゃいやつが気にしてねえんだぜ。ぶつかってやるぞって思うんだよねマジで。レッドブル差し入れしていい？いやでも差し入れってむずいよな。正直いられって思う時あるんだよな。いやなんかむずいんだよな。だから俺の中で差し入れチャーハン事件ってのがあるんだけど、フォートナイトのイベントがあった時に空港にいたのね。フォートナイトの子たちと一緒にみんなで帰るからみんなでいたのね。そしたらなんかマジで本当に言ったら申し訳ないけど、なんか結構そのきつそうなおばはんとなんか本当にちょっとだけ太った子供、ちっちゃいって小学校5年生ぐらいの子が俺のとこにやってきて、第一声が「有健さんツイッター見てきましたって言ったのね。もう俺その時点でやばいなと思ったの。だからもう帰りますってツイートを見て、そのみんなが帰るであろう空港に予想してやってくるみたいな。でそれをお母さんが言ってたの、子供は言わずに。お母さんが「あ、理研さんうちの子がなんなんで、はいツイッター見てきました」って、もうその時点で俺はなって、でやっぱりフォートナイトの子で顔出ししてない子とかもいっぱいいたのね。そしたら「あれが〇〇さんですか?」とか言い出したから、うわなんかマジクソ常識もね親子来たなと思って、そしたらその差し入れ持ってきましたっていうのね。で袋を渡されたので、 ありがとうございますって言って受け取ったんだけど、でなんかその後、まあどっか行ったんだけど、見たらプラスチックの白いさ、よく祭りとか学園祭とかでさあるようなプラスチックのさ弁当箱みたいなのあるじゃん。その中にさパンパンにチャーハンが入ってたの。そのこれ差し入れですって言ってさ、なんかこうお土産のさ名物のお菓子とかだったらいいじゃん。そうパンパンの袋に入ってるこの白いパカッて開けるやつに入ってたのね、チャーハンが。しかもさ、あと何十分後かに乗るんよ、飛行機に。持っていくわけないじゃん。で俺はその時コーンさんって人がいたんだけど、コーンさんちょっとお願いちょっと来てっつって、これさ俺もらったんだけどさ、チャーハンでさ、これでも捨ててるとこをさ見られたらあれだからさ、ちょっと俺がいないところで捨ててきてくんないって言って、空港のゴミ箱に捨てて乗りました、飛行機に。でも俺はその時に、ああこういうそのもう正直迷惑やん。まあそのあっちはさ良かれと思って渡してると思うよ。でもさ常識的に考えてさわかるじゃん。そうしかもなんか子供もね、なんかすごいんよ。周りにさ他のお客さんとかもいるのにさ、大声でさ「まるまるボドカさん!」とか言ってさ近づいていくのね。きしょって思っちゃったね、めっちゃ。でもう一個あって、そのどっかどこだっけな、青森かどっかでフォートナイトのイベント出た時にその親子で見に来てくれる人がいたの。でその人たちのすごかったのよ。こう俺が歩いてる時にこう喋りかけずに俺と目が合って、あすいません今いいですか、息子がすごいファンで握手してもらっていいですか、よかったねまるまるちゃん、はいそうなんです、はい、いやもう急いでるでしょ、だっていいですか、あえ写真もいいんですかって人がいて、その人と俺見比べちゃったの、そのチャーハン親子と。ゴミだなって思っちゃって、それでそうめっちゃちゃんとそのもう完璧ですみたいな、もうなんぼでも写真撮ってあげますよ、なんぼでも握手しますよってやっぱ思うわけじゃん、こっちも。やっぱそういう感じでやっぱ来られると嬉しいってなるわけじゃん、応援しててみたいな。だからもうなんかそこでやっぱギャップを感じて、チャーハン親子にはマジですごいなんか不快感あるんだよね。しかもやばいからね、2時間かけてきましたとか言ってたからね、そのチャーハン親子やばくない？ハンバーグならいいですけど、その常識の範囲内でお願いします。いやその温かかったら食ってるとかじゃないのよそのチャーハンのその状態で切れてるわけじゃない。